はい、これから私の初のバースデーイベントが始まるんですけど、すごく今緊張していて、もうあとちょっとで始まっちゃうのが信じられないぐらい緊張してるんですけど、それでも楽しみに来てくださっている皆さんに楽しんでもらえるように、そして私自身も楽しめるように、そんな盛り上がるようなバースデーイベントになったらいいなと思います。来てくださった皆さんが笑顔になれるような、で私らしさが出るバースデーイベントになればいいなと思います。それでは行ってきます。どうも皆さんこんばんは。盛り上がってますか。ありがとうございます。ということでカントリーガールズ山栗さんバースデーイベント2015 MC 務めます、ジョジョ軍の鈴木圭太でございます。よろしくお願いします。ということで山栗さちゃんのバースデーイベント、初バースデーイベントのね、なっております。2回目でございます、はいはい、まだ1回目は緊張したんですけど、おそらく2回目ですからね、もう18歳程度プロですから、1回やったらね、もうちゃんとさっきより1回目よりいい公演になると思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。さあ、それでは早速主役に登場していただきたいと思います。皆さん、お祝いする準備はできてますか。盛り上がってくれますか。山栗さんに会いたいか。それではお呼びいたしましょう、カントリーガールズ山栗さちゃんです。どうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。さあ、ということで改めまして自己紹介お願いいたします。はい、カントリーガールズの昨日18歳になりました山栗さです。よろしくお願いします。さあ、はい、2回目ですが、はい、あ、まだ抑えてるね。勝手にハードル上げないでくださいよ。なんでよ。いや、何でもやってくみたいなこと言ってたからさ。そうですね、もう2公演目頑張りますよ。私1公演目やってみてどうでした。いや、緊張しちゃって、うん、途中ちょっとこうお客さん、皆さんのところの照明が暗くなるところがあったんですけど、顔が見えなさすぎて、どこ見ていいか分からなくなっちゃって、すごい挙動不審になった覚えがあるので。あ、ライブの時。そうです。あ、じゃあそれは今回はもう2回目ですから。そうですね、慣れてしっかり、こうちゃんとまっすぐ見て、そう、ね、もうあのカメラ見ときゃいいんじゃない。もう分かんなくなったら、そうですね、もう分かんなくなったらあそこ見ようと思います。そうそうそう、分かんなくなったらね、はい、さあ、ということで昨日18歳になりまして、はい、じゃあちょっと18歳になった目標なんか聞いてもいいですか。そうですね、18歳にもなるとできることの幅がぐんと広がると思うので、やっぱそういうとこも何事もまずはチャレンジで。まずはチャレンジ。そうですね、私ちょっとこうあって思っちゃう、なんかこういろいろ選んじゃうタイプなので、うんうんうん、好き嫌いが激しかったりするので、うん、もうそういうこともなく、うん、もう一個一個こう全然ね、もう変な虫とか出てきても食べるし。そうですね。そんな勢いでいきましょう。それ18歳は、ね、そんな勢いで18歳行きたいと思います。今日は虫は出ませんのでご安心ください、はい、はい、ということで、いや、やめてくださいよ。もう18歳になって翌日に食べたくない。確かにね、はい、まあ、お祝いですから今日はぜひね、はい、リサちゃんにも皆さんにも楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんがすごい私が煽るとバーって言ってくださるので、すっごい楽しかったです。そりゃ言うよ。本当にありがとうございます。それ言うために皆さん来てるんだから。最高でした。皆さんライブどうでした。あー、よかった。さあ、ということでエンディングですけども、はい、先ほどね1公演目ではケーキね、バースデーケーキ出てきて、いただきました。お祝いメッセージも、そうです、ね、新沼キトラちゃんからもらいました。サラちゃんからいただきましたが、はい、なんと、え、嘘なの?2公演目も、え、VTR が、何、届いております。え、あの、もちろんさっきのキソラちゃん流すわけじゃないからね。よかった。うん、全然。ということでお祝いメッセージこの方からいただきました。ちょっとコードが、ああ、ああ、電源がね、あのキソラが、あの、ああ、私1公演目で初めて、うん、もう来たバースデーメッセージは、うん、拳の藤井リオちゃんって言ったんですけど、うん、キソラに関しては、うん、フライングしよって、お
もうなんか13日の8時ぐらいにおたおめって言って。早い、4時間ぐらい早いね。なんかこれで私一番でしょどやみたいな連絡が来て、うん、なんか確かに一番だけど、そうだね、そういうことじゃないからさすがだなと思いましたね。誰から来てると思います？誰、でもやっぱりメンバーかなー、なのかなということで、こちらの方からメッセージいただきました。どうぞ。しばらくお待ちください。待つけども、お待ちします。待つけども、誰、メンバー、煽って煽って、リサちゃん。会場にお集まりの皆さん、こんばんは。ジュースジュースの上村くりです。上村さんでございます。イベントを楽しんでますか？あ、いい感じですね。リサちゃんとは普通に一緒に二人で遊びに行ったりとか、リサちゃんはアルバムを自腹で買ってくれたり、写真集買うよって言ってくれたりと、なんか本当にジュースジュースのこともそうだけど、なんか私と仲良くしてくださって本当に嬉しいなと思いますが、まあ年上さんなので、まあでもそうとは感じさせないぐらいフレンドリーなリサちゃんがとってもとっても大好きです。ということで素敵な一年にしてくださいまた遊びましょう。それではここで、会場の皆さんと一緒にバースデーソングを歌いたいなと思います。名前の部分はリサちゃんでお願いします。いきますよ、せーの。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to リサちゃん。ジュースジュースの上村あかりでした。バイバーイ。あー、嬉しい。はい、ありがとうございました。ということで、ジュースジュース上村あかりさんからいただきました。あー、嬉しいです。想像してなかった？してなかったです、全く。まなかちゃんかなって思ってました違いましたね。いかがでした？お呼びして。いや、すごい嬉しいです。なんか、うん、企画してくださった方のは、うん、私のこういう関係よく分かってらっしゃるんだなって。なるほど。いや、本当になんか、あかりちゃんとは、うん、それこそプライベートで遊びに行く中で、うん、私本当に人見知りなのに、うん、あかりちゃんがそういう風に接してくれるから、うん、私もこう、仲良くできて、うん、もう本当に数少ない私の仲良しなんですよ。いやいやいや、そんなことない。いっぱいだってメール来たんでしょ、祝いの。来ました来ました。だから大丈夫、大丈夫ですよ。はい、でも本当に仲良しだったので、うん、すごい嬉しかったです。ねえ、だから、はい、上村さんありがとうございました。ありがとうございました。VTR のお祝いコメントは終わりなんですけど、メッセージを届いてまして、お父様とお母様から。また何？先ほどね、いろいろ嬉しかったことはとかね、野菜例えると、と同じような質問で、誕生日ということで一言お願いしますってね、聞いております。じゃあお母さんから。18歳おめでとう。今年はこんなに素敵な会を催していただけて本当に幸せ者だね。ハロプロに入れて本当に良かったね。メンバーはじめスタッフさん、そして何よりファンの皆さんに感謝の気持ちを常に忘れず、明日からも前進あるのみ、頑張ってね、母より。ありがとうございます。ね、前進あるのみ、はい、前進していきます。ちゃんと、ね、ちゃんと今日何があったかも伝えて。そうですね、そうですね、ぜひそうしてください、はい、今日のバースデーイベントの様子もしっかり伝えたいと思います。はい、そうしてあげてください、はい、あとお父さんからもありますよ。はい、お父様、リサ18歳の誕生日おめでとう。研修生になって2年、その時は今の状況は想像もできませんでした。カントリーガールズで素晴らしいメンバーに出会い、そして本日は多くのファンの方に誕生日を祝っていただき、本当に恵まれた状況だと思います。これからもファンの方やメンバーに感謝しながら、2年後3年後ももっと素晴らしい状況を作り上げてください、父より。すごい愛されてますな。
なんか照れくさいですね。照れくさいよ。この後会うんでしょ。どうしよう、無言になっちゃう。どうすんの、手紙ありがとうねとか言うの。どうしましょうね、一緒に考えましょう、後で。だから言った方がいいんだって、 お母さんはそういうの聞きたがってるから。すごいみんな感動してくれて、よかったよお母さんって言ったらさ、今度のバースデーイベントさらに長いの書いてくるから。それでバースデーイベント終わっちゃうと思うだから。で、あのママ友とかと一緒にみんなでカントリーガールズ踊るから。でも本当に会場になんかいつか来そうで怖いんで。いいじゃんね。呼ぼうよ。いやそうならないうちに早めに、じゃあちょっと今日も感謝の気持ちを述べておきますね。そうしましょう、はい、いろいろ伝えてあげてください、はい、でお父さんもお母さんありがとうございました。ありがとうございます。ということで、じゃあ最後は皆様とお別れして帰ってください。僕はここまでになります。以上、情緒君の鈴木でございました。ありがとうございました。おめでとう。ありがとうございます。圭太さん、ありがとうございました。はい、本当に今日は来てくださってありがとうございます。はい、本当にハロープロ研修生に私は入って、こうやってデビューするのがすごく夢だったから、こうやってカントリーガールになって皆さんと一緒にこうやって誕生日を迎えられるのが本当にすごく幸せなことだなってかみしめています。こうやってツアーもできて、仲の良いメンバーに囲まれて楽しくこういう活動ができるのは本当に幸せなことだなってもう最近いつも思うので、この感謝の気持ちを忘れないでこれからも頑張っていきたいと思うので、18歳になった私をこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は忘れられない18歳のバースデーイベントになりました。ありがとうございました。カントリーガールズ、ではキリサでした。バースデーイベント終了しました。はい、もう2公演ともすっごく楽しくって、本当に幸せな時間で、本当に終わってほしくないなと思ってしまうぐらい楽しかったです。こういう素敵なケーキも用意してくださったりだとか、バースデーメッセージ、お母さんお父さんからのバースデーメッセージだったり、バースデームービーもいただいたりして、周りに恵まれてるなって思ったイベントになりました。そして今回私バースデーイベントでウェルカムボードを書いたんですけど、それがこちらになります。はい、ウェルカムって書いてウェルカムボードなんですけど、こう皆さんに喜んでいただけたらいいなって、特技がイラストなので、そういうのも含めて楽しんでもらえたらいいなと思って、今回こういう風に書かせてもらいました。皆さんがこれを写真撮るために並んでくださってるって聞いて、すごい私も嬉しくなったので、本当に書いた甲斐があったなって思いました。そんな楽しいイベントになりました。本当に来てくださった皆さんにも感謝だし、こうして開催できること自体が幸せだなと思うので、これからもこの幸せな時間を励みに、これからの活動いっぱい精一杯頑張っていきたいと思います。